こちらね、当時、よく売れたね、ヤッターマンちびっこチョロ Q の商品の紹介をしたいと思います。あ、ごめんなさい。あ、いろいろ動画になっちゃった。ごめんなさいね。これね、またいいんですよ。これね、ちょっとね、子供に見せていいかわからないんですけど、チラ チラ はい、残念でした。こちらのドロンジャ様ですね。なんかね、こうなるとセクシーのかけらもないですね、これね。ドロンジャ様です。今、ドジョンジョ様って言ったんですけど、ほら、ドロンジョって書いてるでしょ。ほんで、こちらがね、ちびっこチョロ Q って書いてますね。これちゃんとね、走るんですよ。まあ、これちょっとね、はい。ちょっと私のテーブルがちっちゃすぎてね、あんまりこの走る表現がね、動画として映されないんですけど、こちらね、ドロンジョのチョロ Q と、で、こっちね、二つダブってるんですけど、メカブトンですね。ちょっと待ってくださいね。これどうなるの？これダブってるわけじゃないですね。ちょっと待ってくださいね。ああ。わかった。これね、ほら。上から見るとね、これ一緒なんですけど、これ実はね、よく見たら、ほら、ほとんど一緒なんですよ。これね、羽つけれないんですよ、サイドのね。こう開くことはできるんですけど、ほら、こんなもないでしょう。ほんで、これをね、置いときますね。まあ、ほとんどこっちもう一個と一緒なんで、ほんで、こっちの方がね、ほら、このね、羽をつける横サイドがあるんですよ。また後でググっときますけど、これダブってるわけじゃなさそうですね。あ、いらんことしてもらった？これ飛んでる感じのイメージなんですよね。これもメカブトンです。で、こちらの方と、こちらね、ふざけた名前なんですけど、これね、クワガッタンって言うんですって。クワガッタン。これは羽が広がらないんですね。見えます？クワガッタン、ちびっこチョロ Q ね。ここに書いてます。2005年らしい、2005年って書いてますね。これもね、ほら、ちゃんとね、音で聞いたらわかると思うんですよ。ちゃんとモーターが生きてますね。で、こちらの方ね、もうこれね、一番出来がいい。やったわ。うわ、いいですね、これ。これほらね、ものすごい出来がいいんですよ、このちっちゃいくせにね。見えます？やったわ。ちびっこチョロ Q ね。うわー、これいいなー。またね、こういうのをね、どんどん箱の中入れてね、飾っていきますんで。ま、またね、飾っていったやつも、また動画でね、見させていただきますんで、ま、もしね、私の動画がいいと思ってくださったら、またその時のを見てください。はい、こんな感じのね、商品をどん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 紹介していきたいと思いますので、まあ、今回はね、これ、まあ、多分同じジャンルなんで、ヤッターワンのね、ちびっこチョロ Q シリーズを紹介させていただきました。でね、あくまでこれね、コンプリートじゃないんで、私がね、今回、お買い物、あ、今回というか、最近買ったわけじゃないんですよ。この福袋の中に入っていたね、商品の紹介をさせていただきました。またね、私のね、こういう動画の内容をいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とコメントの方をね、よろしくお願いいたします。